はい、あいつマジで今から倒しに行くわ。もういけるのに勝ってるなんであいつが A チームで試合負けたからなんかしちゃうけど機嫌悪くて俺らが言われなかったマジボロクソって悩まらしちゃうからあいつもらっていいですか僕らに B チーム全員に。ああなんで先生が謝らないかんだよお前。いやおかしいん分からんのっすか。 A チームの試合が内容が悪いんかなんか知らないですけどそれでストレスイライラして僕らに当たって僕ら B チーム全員朝から全員で気引き締めて A チームより頑張るぞ言うて頑張っとったんすよ。ほんでずっとやって監督に何とかアピールしたいな思ってほんで試合終わって監督来たからうっしゃ頑張った成果見てもらえるんかな思ったらあんなストレス与えたようなわけのわからんランメニューであんなタイプやつ一緒っす。あんなずっとやらしてなんなんすか監督としてそのいいっすか。 B チーム全員に謝ってください。全員謝らんと僕ら無理っす。納得いかんっす。今回ばかりはマジで無理っす。朝一からはい悔しい思いでやっとったんか。はい悔しかったっす。誰一人手抜くことなく全員で B チーム気合入れてやってました。お前ここの、まあ、お借りしてるグラウンドなんて名前か知っとる。寝屋川第2っす。はっきり言え。寝屋川第2っす。寝屋川第2グラウンドやな。はい先生が今日試合してきたグラウンドなんて名前か知っとるか。知りません。寝屋川第一よね。あれ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 え、あ、第一グランドって歩いてすぐっす。はい、歩いて30秒。先輩。あ、監督さん呼んでます。なる。俺。はい。なんで？なんか先輩、声出てなかったって怒ってます。なる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 。分かった。芝居てんだあいつ。どうぞ。はい、何ですか。お前のノックもっとできんか。なる。全力でやりました。なるなる。ええよ文句なんて言え。じゃあ僕も一個いいですか。ずっと監督見てて監督気分であれやれこれやれこれやんあれやんと気分で変えてきますし、なんか僕らからしたら別人の人から言われてるような感覚なんですよ。なんかもう監督3体ぐらいおるんちゃうかなと思ってます。何やねん。お前今なんて言った。それだけは触れてはいけない。お前は知りすぎた。はい。失礼します。はい。ねえお前、なんか思うとることがあるならちゃんと言え。はい。さっきのミーティングでもお話しさせていただいたんですけど、こう。半袖になるとか、ボールになる、ボールに謝るっていうのはわかるんですけど、こうなんかファウルを畳まずかけたことに対して謝るっていうのが、正直いまいちわからないというか、ちょっとやりすぎなんちゃうかなっていうふうに僕の中であります。
ねその違いは何なんや、お前の中で。いや、もう、半袖になるっていう部分に関しては、まあ、真冬でも寒い中半袖になって、まあ、人間なんでこう、練習やる気ある時もあればない時もあるので、こう、半袖になって、自分を奮い立たして、モチベーション上げるっていう意味では、こう、半袖になるのもすごく意味あるなっていうふうに思います。で、ボールに謝るっていうふうに関しては、こう、タオルに畳まずにして謝るっていうのも、ちょっと意味は似てるなっていうふうには思うんですけど、こう、打ち損じたボールに対して謝るっていう部分では、こう、失敗はないがしろにしないっていうか、こう、失敗にしっかり向き合って、一球一球思いを込めてやるっていう部分に関しては、試合の勝利につながるんじゃないかっていうふうに僕の中で思うんで、そういう部分ではわかります。ただ、なんかタオルを畳まずにかけて、それに謝るっていう部分に関しては、もう正直全然意味わからないっていうか、なんかちょっとやりすぎなんちゃうかなっていうふうに、僕の中で思う部分があって、はい。そうか。よっしゃいな。よう分かっとるやん。はい。そこや。おや？お前は、よう分かっとんね。はい。ちゃんと向き合ってるからな。まあ、例えば、半袖になる意味、その通りや。ボールに捧げする意味、その通りや。お前もちゃんと意味を分かった上で、本質を分かった上で、やっとると思う。ただ、まあ、野球がチームスポーツってのは分かるな。お前が言ってた勝利に近づくには、チーム力が大事なのかな。お前が今言ったようなことを、今一年坊主が全員分かっとると思うか。それは言葉で言ってな、これはこういう意味や言って、あざす、分かりましたって言うかもしれんわ。けど本質は多分分かっとらない奴らが多いよ。はい。そいつらに分からせんのは、まあ監督である先生もだけども、先輩であるお前の責任でもあって。で、そういう意味ではさっきのタオルの一件も、まあ、確かにタオルに謝ったから、野球が上手くなるかって、そこは繋がらんかもしれんけども、お前がそういう、まあ、例えば、あれ先輩、めんどくさかったんかなと、一年坊主が見よるかもしれん。なんで畳まんかって、先生いつも畳んで、ああいうのが置いてんのに、なんで先輩畳まずにかけたんや、めんどくさかったんかな。あ、この先輩でもちょっとめんどくさがりなところあるんや。あ、ってことが、あのね、謝罪とか、半袖とかも、まあめんどくさくてやってんのかなって、一年坊主は思うよるわけや。おや、うん、まだ一年坊主は、半袖になって気合い入れる意味やけど、ただ半袖になって、半袖になるだけ、寒くなるだけ。ボールに謝るのも、ほんまは失敗に向き合って謝らなきゃいけない。ただ、口で謝るだけ。本質を、取ってない。形だけの儀式になってしまうわけ。あれ一年坊主かな。じゃあさっきお前が言った大事やけど、モチベーションを保つとか、失敗に向き合う、勝利に近づく。これをお前はできてても、一年坊主ができなくなる。どうしたらいいか、お前が細かいところで行動で見せるしかないな、うん、細かいタオル畳む畳む、うん、細かいけど、あ、先輩はこういうとこもちゃんとやってんねやっていうのを一個一個見せていくことで一年坊主に分からせなあかん。それが、うん、お前の仕事でもあるよ、うん、お前が一年坊主やったらまあそれなんかまあまあ分かっときとんならほっとくけど、お前自分の立場もちょっと考えてな。まあお前やったら、そこも考えれる男やないか。だって分かっとるよ、お前が。辛い思いをずっと抱えてること。毎日年坊主の時な、まあ先輩からのいろんなパシリや何やに悩まされてってのも、先生は分かっとる。お前の中でな、野球に対する思いが消えてないのも先生は分かっとる。いろんな毎日辛い思いがあって、その中でだるいなって思ったりとかもあると思う。お前の中での苦しみっていうのは先生は分かっとる。その証拠にお前みんな寝静まってからね、自主練したりするよ、たまに。なんて知ってるんだ。知っとるよ先生。先生なんかお前の様子を夜中グラウンド明かりついてないから見ることあんねん。いつも最後にやったのはお前や。
一生懸命こう頑張ろうと思うのは分かってる。でも空回りしとるから先生は救ってあげたって思いがある。いろんな儀式な本質分かってるお前やからこそ言う。救われたいか？救われたいです。入信救いがありますよ。監督さん、おはようございます。今日も救いがありますようにと祈っております。あ、聞いてください。今日朝ひじきが出たんです。ひじきの神さんは絶対喜んでくれますよね。なる。神様、きっしょ、ちょっとやりすぎてな。おい、結構ですか？何や、そもそも何なんすか？急に持ってきた横断幕に一礼とかグランドの声聞くとか正直意味ないでしょ。何なんすか？勝手に自己完結して僕らにも強要して、なんでそんな意味のないこと僕らがやらんとあかんのっすか？アホしかやらないっすよ、あんな。なんか言ってくださいよ。僕なんか間違ってます？意味ないじゃないですか、はっきり。グランドの声聞く。なんなんすか？横断幕とか。そんなんやってるチームどこにいるんすか？もう何も言えんやったらもう行っていいっすか、僕。もうええっすか？お前はご飯食べるときいただきますって言うか？それは言いますよ。あれは何意味がある？食材は聞いとるか？お前のいただきますを。正直言うてな、挨拶儀式っちゅうのは自己完結でええんや。自分仲間に見せるもの、なんでかそれはパフォーマンスやない。いい人と思われたいとかそういうのじゃない。人間ちゅうのはなアホやから思いを忘れてしまうよ。食材への感謝を毎日食べてるとどっかで、忘れてしまいそうになる。そうならないために毎回自分に言っとる。いただきます、周りの人に言うとる。自分への確認、感謝を忘れないための、それが挨拶儀式な。だからいただきますって言うやろ。横断幕への一礼もグランドの声を聞くというのも正直言うとそれ自身に意味はないよ。伝わってはないよ。でも自分に言い聞かせる。今日も野球できてありがとうございます。野球への感謝、意気込み、今日はエラーシーヒンぞっていう姿勢を自分仲間に見せる。だからグラウンドの声を聞くというのは、はっきりとした行動で見せる、一例を見せる。俺は忘れてないぞ。野球ができる感謝を、目標を、お前らも忘れるなよ。仲間と確認し合う、そういう意味がある。なる。わかる？なる。おい、ちょっとお前らも集合せ。はい。あのね、今、翔太にも言うたけども、まあ、挨拶儀式、まあ、横断幕の一例やな、グランドの声を聞くというのは、確かに一見意味はないかもしれへんけども、それは、自分や仲間への確認作業、野球への感謝、意気込みを忘れないためにやるもの。わかるか？せやから、それ自身に意味がないやんって腐るんじゃなくて、毎日横断幕に一礼をすることで野球への感謝を毎日忘れないように意
意気込みを忘れないように自分と仲間に確認し合う。そういう作業をしっかりとやっていこうよ。積み重ねよ、こういうのは。その積み重ねが、ここ一番の勝負の時に、自分を仲間を信じれるもの、力に変わるから。な？あるか？先生は、お前たちがな、このチームの門を叩いた時から、ずっと期待しとる。Keeps me up.